桂由美は、女性ブライダルファッションデザイナー、実業家。本名、結城由美。株式会社、由美桂インターナショナル社長。株式会社、桂由美ウェディングシステム社長。一般社団法人全日本ブライダル協会会長。全米ブライダルコンサルタント協会名誉会員。アジアブライダル協会連合会会長。NPO 法人地域活性化支援センター理事。 アジアクチュール協会創立メンバー、東京都出身。父は旧優生省の管理、母は洋裁学校を立ち上げた人物で長女である弓を後継ぎとしたかった。幼少期はおとぎ話や絵本が好きで、戦時中でも白馬の王子様や美しいお城が現れる世界が頭の中を占めていたという、協立女子中学校、高等学校を経て母の意向で、 共立女子大学科生学部被服学科に入学するも、浴衣も縫えないほど縫製が苦手だった。また、共立女子学園では、軍国少女が海軍派と陸軍派に分かれており、桂は海軍派のリーダーであった。特攻隊員に憧れ、私たち女性も飛行機に乗れるようにしてください。特攻隊は男だけではありません。という結書を書いて、 海軍省に送ったこともあったという。在学中は学生委員を務め、当時の学長、鳩山薫との接点も多く選挙の手伝いもした。また、子供の頃から好きだった演劇部の部長も務めるなど、一時期演劇にのめり込むが、才能の限界を感じるようになり芥川博士の言葉もあって、大学で学び続けることを決意。やがてファッション業界に身を置く決心を固める。 大学後半は文化服装学院の夜間部にも通っていた。大学を卒業後、フランスに一年留学、デザイン、クチュール技術を学ぶ。帰国後は母が経営する洋裁学校で教鞭をとる。その中で日本ではまだ誰もやっていない婚礼衣装をやろうと決意、学生の卒業制作にウェディングドレスを出し、生徒と共に記事探しを行っていた。 1964年、日本初のブライダル専門店をオープンし、ブライダルファッションデザイナーとして活動開始。1987年1月、パリにおいてグランドコレクションを挙行。1993年にローマ法王へ彩服を献上。3ヶ月後の復活祭で着用される。その後もブライダルファッションの第一人者として活動している。 桂由美ブライダルハウス、ありがとうございます。